ジビラフォン、ザクセンコーブルクゴータは、スウェーデン王子、ベステルボッテン公王グスタフ・アドルフの日。現スウェーデン王カール十六世、グスタフの母。ドイツ語の、全名は、ジシラカルマ、マリアアリス・バティルディス・フェオドラ。スウェーデン語名はシュビラ。ザクセンコーブルクゴータ公、カール・エドワルトとその日であるビクトリア・アーデルハイトの、娘として、ゴータで生まれる。父方の日ヴは、 イギリス女王ビクトリアであり、祖父はビクトリアの4男ウルバニコレオポルドである。1931年、アスローン博、アレグザンダー・オブテックと、おば、アリスの長女で、重子にあたる名の結婚式で、ブライズメイドを務めた。共にブライズメイドを務めたスウェーデン王女、イングリッドの紹介で、彼女のニーベステルボッテンコングスタッフ・アドルフと知り合い、1932年に、 結婚した。二人は、ビクトリア女王を通じて、またいとこにあたる。彼は、当時のスウェーデン王大使、グスタフ・アドルフの長男だった。10月19日、コーブルクで、市民婚が行われ盛大に祝福をされたが、コーブルクはすでにナチスの影響下にあったため、スウェーデン本国には悪い印象を与えるものであった。二人はイタリアでの新婚旅行を経て、 11月25日にストックホルムに到着した。1947年にベステルボッテン公は祖父グスタフ5世より先にコッペンハーゲン空港で起きた飛行機事故のため死亡した。そのため、シビラは大太子妃にはならなかった。わずか1歳の長男カールグスタフが父に代わって大井継承順位第2位となり、1950年に4歳で、 王夫としまごとなった。1965年に王妃、ルイーセが死去すると、シビラがスウェーデン王家の女性で最上位となり、ギフ・グスタフ6世やドルフを補佐することが増えた。シビラはカール・グスタフの即位を見ることなく、1972年にストックホルムでガンのため死去した。彼女の死後に生まれた、ビクトリア王女、ベルムランド・コーカール・フィリップ王子、 マデレーン王女は孫にあたる。ありがとうございます。